はい、皆さんこんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、暗殺専用ハンドガン、ベルロッドのメカニズムということで、まあ、こいつね、ベルロッド、1942年第二次世界大戦の頃に、まあ、イギリスがね、開発したベルロッド、中身どんな風にやってるか見ていきたいなというふうに思います。で、まあ、こいつはね、本当に暗殺専用っていう、まあ、そんな感じの銃で、まあ、いろいろ特徴があるんですが、まあ、その全ての特徴がね、人をこうやって暗殺するんだなっていう感じで、まあ、例えばこう、マガジンがね、グリップを兼用していて、まあ、これを取り外すことによって、非常にね、よりコンパクトになるよとか、あとは、まあ、非常に消音性が高いとか、まあ、消音性を高めるためにボルトアクションになっていて、中身もね、大きいサプレッサーが入っていますよという、まあ、そんな感じになっています。サプレッサーのちなみにディスクがね、ここまで全部入ってないのは、まあ、重心のね、初速っていうかね、まあ、重心を短くして、まあ、初速を下げるためですね。9×19 とかを発射すると、初速がね、まあ音速を超えて、まあ音がするので音速を超えるとね、まあそれがしないように、まあこんな感じで、ある程度初速をね、抑えるような感じにもなっていたりしますという、まあそんな感じです。まあこういう風になってる銃っていうのは結構多いですよね。で、まあそれはそれなんですが、まあこいつのメカニズム的に言うとどんな感じかというと、まあそんなに複雑ではないですね。本当に、あ、ボルトアクションってこういう風にしたらボルトアクションの銃作れるんだなっていう、まあそんなメカで、まあ、トリガーを引くと、よいしょ、トリガーを引くと、まあここの板全体がトリガーになっていて、まあここを引くと、こう動くよということで、で、そして、ちょっとこれ見づらいのでプラスチックにしますが、このピンク紫がトリガーで、この青い、紫みたいのが、まあ視野ですね。まあ視野が下がるよと。トリガーのここの部分が斜めになっていて、こう後ろに下がるとここはね下に引っ張られる。こいつが青い紫色のやつが下に引っ張られるので、まあ、下に下がります。当たり前ですが。グッと。まあ、ここに傾斜がついてるからこう下がるよってことですね。でそしてここがずれるので、この赤いストライカーピンですね。これが前にこう前進するよと。まあ、このグリーンのね、バネの力によって、まあ、前進するということですね。こんな感じで。発射という。まあそんな感じになります。発射された、時の弾頭とかももちろんすっ飛んでいって、火薬の燃焼ガスがここら辺に溜まるということですね。まあそれによって、まあ、銃声を非常に小さくできますよという、まあそんな感じになってます。で、まあトリガーを戻してあげて、で、コッキングですね。ここのコッキングピースみたいのでコッキングします。まあなんだろうな、ボルトアクションライフルでいうボルトハンドルがここから生えてるみたいな、まあそういうイメージですかね。まあでもそこまでする必要はないので、まあこんな感じのコッキングピースで、こう。回転させて、閉鎖を解除して、90度回転させて閉鎖を解除して、こう後ろに下げていくよと、ロッキングのラグは2個ですね。で、そして廃墟は、このエキストラクター。このエキストラクターの爪によって下げていって、でちょっとわかりにくいんで、これ全部一回直しちゃいますが、まあ、ここの銀色のね、レシーバーの一部。ここの銀色のレシーバーの一部にぶつかって、ここの紫色の板にぶつかって、真上に廃墟されますよという、まあそういうことですね。まあ、本当に綺麗に真上に飛ぶかっていうのはね、まあいろいろまあうーんって感じですが、まあとりあえず一応真上に、まあ、廃墟されるよということになります。で、そして新しい弾が装填されるということですね。まあコッキングのメカニズム的に当たり前ですが、こうやってコッキングする段階で、ここのコッキングピースじゃなくて、ストライカーピンが、ここのストライカーピンが、このね、マガジンリリースっていうね、書かれてるこれシアなんですが、まあこのパーツを後ろに行きすぎるから、もう一回、これ止めてもらってストライカーピンのバネが圧縮されるよという、まあそういうことですね。こうやってね、まあこういうメカになってます。非常にシンプルですね。で、あとはマガジンの交換とかは以上、安全装置をかけながら以上、ここの爪ですね、爪で引っかかってるだけですね。マガジンクリップって書いてあるこの爪で引っかかってるだけなので抜いて、まあ新しいマガジン持ってきてあげてぶっ刺すだけと、それだけになってます。で、セーフティーは、このゲームだとなんかマニュアルセーフティーみたいになんか扱いになってますが、これマニュアルセーフティーではなくて、まあグリップセーフティーですね。よく見るとここにバネがあって、ここにね、セーフティーピンとセーフティースプリングっていうのがあって、まあここにこう自動的にこう上がることによってトリガーを後ろに引けなくするよっていう、まあそういうことになります。で、まあグリップをね、まあ握るときに、まあこうセーフティーも握り込んであげて、まあセーフティーを下げると。で、グリップセーフティーが解除された状態でトリガーを引くと、ポンと発射されるよという。まあそんな感じですね。まあ、狙うときは、ここのね、アイアンサイトで狙うという。まあそんな感じになってます。まあこれだけですね。
非常にシンプルな銃で、まあもちろんこのウェルロッド自体はね、もう今ではね、世の中では流通していませんが、非常に似たコンセプトで、ブルグ&トーメという会社からね、VP9 というね、まあハンドガンが出ていたりとかするよという、まあそんな感じになってます。はい。というわけでね、今回この動画いかがだったでしょうか。ベルロードのメカニズムね、ふーんっていう風に思っていただけたら、ぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。